社会階層。社会階層とは、社会の重層的構造としての社会的清掃を構成する個々の層を意味することが多い。社会階層は、連続的に捉えることが普通だが、サラリーマン層など、カテゴリーとして考えることもある。マルクス主義的な社会階級は、生産手段、農地や工場等の保有という一次元で測定するが、社会学においては、 社会階層を多次元的かつ連続的に測定する。例えば、収入階層、資産階層、学歴階層などである。人々の欲求の対象となり、かつ十分にはないものを社会的資源という。社会的清掃システムは以下の3つにより特徴づけられる。社会的資源の種類として、物的資源、財産など、人的資源、人脈など、情報的資源。 知能指数や学歴など、関係的資源、地位、権力、権限、威信、信用などの大きく4つが挙げられる。民主主義社会は平等を原則とするが、現実の社会には資源保有の不平等が存在する。社会的資源の不平等分配の構造を、社会階層構造という、再生産という意味を重視した場合は、資本というが、どちらも同じ意味である。 社会階層構造の中での位置のことを社会的地位と言う。何らかの資源を多く持つほど社会的地位が高いとされる。また、社会的地位が変化することを社会移動という。日本では社会学者により、1955年以降、社会階層と社会移動全国調査が10年に一度行われている。これは民主化を進める日本社会での不平等の行方が、 社会学における重要なテーマだったからである。また、戦後日本や先進各国では、親以前の世代が農民だが、本人はそうでない人が増え、社会移動が表面的に多いように見えるが、実際にどの程度の社会的地位の継承、再生産があるのかも重要なテーマである。日本では、商店会長や農民や自営業層は、学歴は低いが人脈が豊富で、 政治的影響力が強く資産保有も多いことがある。このようにすべての資源を一貫して多く持つのでなく一部のみ保有することを地位の非一貫性という富永三照。欧米では金持ちは学歴も高く政治参加も多く影響力が強いという傾向があるため階級をより意識しやすい。その一方、社会階層を量でなく カテゴリーとして捉えたいときは、ホワイトカラー、ブルーカラー、農業など、本人の仕事内容をもとに、社会全体を分けて、職業階層として扱う。日常語では、サラリーマン層、雇用されて働く人を一つの社会集団として捉えた、概念、自営業層などの言葉はよく使われる。これらは職業を基準とした、社会階層と言ってよい。 マルクス主義的な社会階級では、生産手段を保有するものを、資本化、そうでないものを労働者とし、その中間、小規模な生産手段を持つ、自営業などを中間層とする。一般の社会学の定義と違い、非雇用者であれば、ホワイトカラーであっても労働者とされる点に注意すべきである。資本主義社会が発達すると不平等が拡大しに、極化が進み、 中間層は消滅し革命が起こるとされたが、現実には、資本主義社会における福祉制度の発達もありそうはならず、社会学では、階級という言葉はあまり使われなくなった。社会階層の理論では、産業化が進むほど、社会の中での役割文化が進み、かつ、実力主義が進むなど、機能主義となる結果、社会構造の平等化も進むと言われる。 これは産業化論、もしくは近代化論、構造機能主義と言われ、マルクス主義社会学以外の、特に米国の社会学を中心とする実証的な社会学の中では、中心的な理論であった。しかし、欧米でも、日本でも、豊かさと共に平等な社会が実現すると思われたのは、高度成長期頃までであった、原、盛山参照。 20世紀終わりから21世紀初頭には、各国において、格差拡大が見られ現在も継続中である。特に、米国における貧富の格差は大きく、ブッシュ政権は平等化に熱心ではない。このためこの理論には、近年、疑問が持たれている。マルクス主義では、所有者と無産者が分立し、支配、非支配、搾取、非搾取の関係を成している社会を指す。 最終社会は無階級社会であると言われている。その社会とはマルクスが言うところの原始共産性社会であり、考古学上では旧石器時代から中石器時代にあたる時代である。資料、漁労等共同体としての全体的労働による生産物は全体で配分され、その社会では老人、子供も分配に預かることができる。階級社会とは、 全体的労働によって得た生産物を全体的に配分されることがなく、一部の人間が私有化してしまうことにより、他者の労働で得たものを私有化する側のクラスと、私有化される側のクラスということになる。そこには二つの階級が存在する。その発生は、考古学的には、中石器時代に開発された栽培植物をリーダーの元集団化させたことにより、 生産性の増大に結びつく、農耕、牧畜社会、新石器時代へと発展していったことよる。全体的労働で得た余剰生産物をリーダーが自己自身のものとして所有したことに始まると考えられる。この階級は、発生から現代社会まで連綿と繋がってきたことになる。現代社会では、貨幣の発達から労働を買う側と売る側という、 階級構成になってしまった。このような格差の拡大は産業化の効果のほか教育の効果も大きくエリート教育による格差拡大が一つの理由である。米国では金持ちの子供ほど成績が良く奨学金を得てエリート代へ進むことはよく知られている。日本でも教育社会学者による希望格差社会などの問題が取り上げられており西側の先進諸国では 保守政党や産業界はエリート要請を好む。また、欧米ではエリート高校や大学は上品な政党文化を受け継ぐものであり、ノブレス・オブ・リージュを持つとして政党化される。これはエリート階層が自らの利益を正当化するための論理なのである。日本ではもともとは農村の有力者を主体とした自民党政府や文部省は このようなエリート教育には反対しており、公教育が重視され、国立大学の授業料も低かった。しかし近年では、自民党も二世議員が増え、エリート階層による政党へと変質しつつあり、産業界も経営者層失速の利益を追求し、エリート教育を求める傾向が強いため、平等主義的な教育制度を維持することは困難になりつつある。現実に、 国立大学の授業料引き上げやエリート校、優遇政策は年々増えつつある。エリート教育に入れない階層の子供たちは絶望感や閉塞感を持ち、働く意欲の低下やフリーターの増加、犯罪増加や社会不安につながっている。日本ではバブル崩壊以前の時期、少なくとも高度成長期からその後の安定成長期までは GDP はほぼ毎年増大し、 社会が豊かになっていったため、人々が将来への希望を持ち、政治や社会への不満につながりにくかったと言われている、今田参照。欧米各国では大都市部の貧困層の若者が、右翼化しねオなチ支持や右翼政党の対等に長った。最近は、日本でも東京都知事選挙などにおいて、右翼的人物が大量得票を得るようになった。これは、格差が拡大すると、 都市部貧困層の不満が右翼支持として現れるという先進諸国でよく見られる社会現象と言ってよい。しかし自民党は農村部への利益配分を増やすことにより格差社会に対応しようという姿勢が強く都市部貧困層への配慮は少ない。朝垣や垣蔵すべてが農村部選挙区から出ていることを見ればわかるように自民党有力者の多くは農村部を支持基盤としているからである。 戦後日本の総理大臣は小泉純一郎以外はほぼすべてが農村部の選挙区出身である。米国でも最近の大統領はすべて南部から出ている。共和党は主に農村部や産業化の遅れた南部が支持基盤であるように先進諸国で地域間対立も強くなっている。つまり職業を基準とした階層間対立だけでなく地域間対立も社会学において 重要な研究対象となっているのである。1960年代後半から70年代にかけての日本社会では中流論争や一億層中流論が盛んだった。貧しい日本社会が高度経済成長により発展し、欧米のように大量の中流が存在する安定した社になるかどうかについて、当時の日本人が大きな関心を持っていたという事実が背景にある。 概ね各国の政府は、自らの政策を正当化するため、中流は多く安定した社会で、格差も小さい、また、不公平感も弱く公正な社会だと主張する、傾向がある。社会学における、社会階層研究は、近年、中流崩壊論争や、格差社会論争につながっている。小泉首相による、構造改革、いわゆる小泉改革が格差を広げたという主張も、 あるが、それ以前のバブル経済やバブル崩壊時期から格差拡大は始まっており、関係はないとする主張もある。ただ、契約社員や派遣社員など非正規雇用が法改正により、日本でも幅広い分野で認められるようになったことは事実である。また、データ上、格差が拡大したように見えるのは高齢化のためであり、現実にはそれほど格差は大きくないとする立場も存在する。 もともと高齢者層内では所得格差が大きく、この層の人口が増えれば格差は拡大したように見えるからである。しかし、最近の日本では高齢者以外でも格差が大きくなっているとする分、結果も存在する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。